ペニスコラは、スペイン・バレンシア州、カステリオン県のムニシピ。公式名は二言語を、スラッシュで区切った、ペネスコラ、ペネスコラ。地中海沿岸、コスタデル・アサールに位置する。現在は、日光を求めてやってくる北ヨーロッパからの、観光客に、人気の観光地である。海岸から見た、ペニスコラ城、ペニスコラは、しばしば、バレンシアのジブラルタルと呼ばれる。 要塞化された開口である。要塞はおよそ67メートルの高さの岩でできた、岬に建てられ、灯台を持ち、本土とは、狭い土地でつながっているだけである。ペニスコラとは、ラテン語で半島を意味する言葉から進化したものである。遺跡の存在から、イベリア人が定住していたことが分かっている。彼らは、紀元前7世紀には、フェニキア人商人と交易関係にあった。 その後おそらくザキントス島出身のギリシャ人、そしてティルス出身のフェニキア人がペニスコラに定住した。ギリシャ人たちは半島を意味するケルソネスと呼んだ。さらに海からカルタゴ人、ローマ人、東ローマ帝国、アラブ人がやってきて占領した。ローマ人たちはラテン語でこの地をパエネインスラと呼んだ。植民地時代のペニスコラには港があり。 優れた陶器や織物、武器が持ち込まれる一方、地元、イベリア人は、ワインとオリーブオイルを持ち寄って売買した。718年に、アラブ人がこの地を占領し、バナスクラ、またはバニスクラと呼んだ。彼らは入植して、農業を行い、塩田で塩を作った。キリスト教国との境界に近い、この地に、彼らは要塞を築き、沿岸部を海賊として、 らし回った1233年、アラゴン王・ジャウマイッによって占領された。城の原型は1294年から1307年の間にテンプル騎士団によって建設された。14世紀にはモンテサ騎士団が駐屯し、1420年に王家の所有となった。1415年から 分立したアビニョン対立教皇ベネディクトゥス13世がこの地に住居を構えた。1572年からフェリペ2世はイタリア人軍事技師ジョバンニアントネッリにペニスコラを取り巻く城壁の建設を命じた。16世紀ヘルマニア反乱の際バレンシア副王はペニスコラ城へ避難した。スペイン継承戦争においては バレンシア王国やアラゴン王国の大半がオーストリア対抗支持に回ったにもかかわらず、ペニスコラはアンジューコーフィリップを支持した。戦後、ペニスコラは新王フェリペ5世によって都市の地位を授けられた。スペイン独立戦争の際には軍事的王所であるためにスーシェ将軍が指揮するフランス軍に占領され、住民たちは要塞の外へ追放された。 19世紀から20世紀初頭までペニスコラの主要産業は農業と漁業であった。現在は観光業が盛んである。ベネディクトゥス13世が1417年から亡くなる1423年まで暮らした城は修繕され、1960年に映画エルシドが撮影された際に新たな壁が付け加えられた。 ペニスコラの街と城は映画で舞台のバレンシアとして撮影された。城は現在人気の観光地で周囲をヌーディストビーチに囲まれている。ペニスコラ国際コメディ映画祭が毎年開催される。ありがとうございます。